ジャンクション第21回目放送はい、名古屋を中心に活動する劇団サークルの集まる交差点エムズジャンクション、略してエムジャン、ワイワイテレビのスタジオから生放送でお送りしております。メインパーソナリティは私 MJ が務めさせていただきますので、皆さんどうか最後までお付き合いくださいませ。ということで、ちょっとこれね、あの生放送なのでですね、あのパソコンとかでご覧になっている方、あとスマホでですねご覧になっている方は見えると思うんですけれども、生のチャットとかもありますので、ぜひね、あの MC とか、あとはそのゲストの方々に質問とかしていただけたらと思います。はい、でまずですね、最初のゲストは虚構オメガさんから、長谷川浩二郎さん、赤井千春さん、山本大輔さんにお越しいただきました。お願いします。よろしくお願いします。はい、といってもですね、虚構オメガさん今回出ていらっしゃる、あの虚構オメガさんの中で純粋な、まあ、あの団員さんというか団員さんというか方は浩二郎さんだけなんですよね。そうです、はい、でも浩二郎さん久しぶりですね。久しぶりですね。ね、また来ていただいて、はい、4月以来。あ、ね、4月に、はい、あ、そうですね、みんないじめられて以来ね、いろいろね、はい、ね、ありましたね、うん、ありましたね。いや、すごい楽しかったんですけど、はい、で今回はあの もうすぐですね9月の中旬にあの公演が行われるわけなんですけれども、まず、公演タイトルは、公演タイトルは無限炎天っていう、無限炎天、はい、難しい感じのタイトル、はいはい、これ、まあ、何かそのタイトル の由来というか何かあったんですかね。うん、由来、そうですね、結構これを説明するとネタバレにもつながっちゃうんですけど、あ、なるほど、まあ、あの数学の用語なんですよ、はい、うん、で、あのもともと平行する点、はい、線があるんですけど、まあ、それって普通その平行してるから点って交わらないじゃないですか、うん、はい、でもあの数学的に言うとそれを交わる点っていうのが概念としてあるらしいんですよ。ほう、うん、でその点のことを無限炎点って言うんですけど、うん、だから本当は実際にはあのありえない点なんですけど、はい、数学的な考え方としてそういう点があるって、はい、おかっこいいでしょう。かっこいい言っちゃった先に言っちゃった、今言おうと思ったんです。でちょっと数学苦手な MJ 的にはですね、ちょっとすごい難しいというか感じがしたんですけど、じゃあそれをあえてつけようとした理由というか、まあ、これもやっぱり講演内容とかね、うん、ちょっとあのもちろん被ってくるというか、うん、話になると思うんですけど、そうですね、まあ率直に言ってしまうとちょっとかっこいいかなって、うん、まあね、まあ、ここ大事ですもんね、うん、まあ、大事です、すごい大事、はい、うん、まあ、あと、まあ、内容にもちょっとつながるかなっていうのもあったんで、うん、なんかすごいいろいろ、まあ、自分で考えたりとか、こういうなんか単語どうかなって探してたんですけど、うん、はい、うん、まあ、その時に物語と、今回の物語と、うん、まあ、ちょっとつながりがあって、なおかつなんかちょっと面白い単語ないかなっていうので、うん、いろいろ探してたらあったんですよ。なかなかでも聞かないですよね、うん、無限炎天なんて。そうですね、うん、なかなか聞かない、初めて聞いた言葉だったんですけど、だからこれだと思って、あ、かっこいいっつって、かっこいいなるほど、確かに。あ、ちょっとね、話をちょっと前後しますけど、まず虚構オメガさんってどういう団体なのかな、で、はい、実際その、まあ、正式な団員さんというかは、はい、今日2名様言い方変ですけど、はい、2名。そうですね、あの僕ともう一人あの宮出っていうなんかリア充がいるんです、うん、はい、メガネのリア充がいる。ちょっとね、今リア充の話したからちょっとあえて、ね、もっと後に話を振ろうと思ったんですけどね、うん、あの浩二郎さんといえばあの虚構オメガさんと、あとはね、あの、うん、ハッシュタグからつくですね、あの婚活オメガさん、マジっすか、その話か、ね、リア充って振られたらやっぱそこね、振るしかない、もう有名ですね、これは、ね、これは演劇界隈では、ですよね、かなり有名です、もうあの分からない人はあのハッシュタグ、あのツイッターでハッシュタグ婚活漢字でオメガか、あとカタカナでね、やっていただくと、ちなみに僕もあの団員なので前回団員になりました、はい、じゃあそんな話だからで、普段はまあどんな感じというか、はい、まず そもそもその虚構オメガさんというのはどんな団体なのかなっていうところなんですけど、そうですね、もともとリーディング劇を始めるっていうので始めたんですね、うん、はい、まあ、というのも、まあ、僕はそんなに演劇歴はそんなにないので、もともと始めたきっかけが戯曲賞にちょっと引っかかったからっていうのがあって、うん、で僕ができることといったら、まあ、戯曲かなと思って、うん、で、まあ、演出とかも全然わかんないから、だったらリーディング劇で戯曲をまあ中心にした作品がいいかなっていうので、うん、それで始めたんですけど、はい、まあ、途中からだんだん、まあ、動きとかも、うん、まあ、興味が出てきて動きつけたりとか、もうより演劇的にみたいな、まあ、そうですね、うん、
でだんだん今の会話劇みたいな方向に変わってきてる、うん、でまた今回またちょっと変なことやるんですけどはい、はい、じゃあその変なことにちょっとね付き合うことになったというか、はい、まあ、基本客員さんということで、まあ、今回来ていただいたんですけれども、はい、じゃあ山本さんは今回、まあ、なぜその参加しようと思ったというか、まずその虚構オメガさんの例えばその、まあ、そういったイベントというかその催しというかそういったものを見に行かれたこともあったり、そうですね、まあ、味噌劇だったりそういうので見たことあったんですけど、そうですね、去年の味噌劇すごかったですね。そうですね、なんかえらい話でしたけどねちょっとこれは、まあ、割愛してみたいな、ちょっと、はい、すごく会話劇すごかったですよね、まあ、そういうふうに虚構オメガさんのお芝居見たこともありましたし、もともとその、まあ、団員の宮根と同じ大学で、はいはい、大学のサークルが一緒だったんですね。はい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 、それで、まあ、今回出ないかっていうふうに誘われました。あ、そうなんですか。それで今回客演に行きました。じゃあ今回またお隣の赤井さんは。はい、あ、私はですね、うん、きっかけはこの番組ですね。お、うん、そうなの。お、そうですね、おびっくり。そんな初めて聞いた、初めて聞いた、はい、まさかの主催。いやいやいや、本当に本当に、ちょっと持ってる持ってなくて、はい、持ってなくて、はい、私が演劇、その名古屋のこう小劇場の演劇っていうのを全然知らなくて今まで、はい、うん、でそのまあ舞台とかも立ったことなかったですし、うん、はい、でその中でその4月、まあ、3月になんか孤独部さんとかを見に行くようになって、うん、はい、うん、そのあたりからまあ徐々にこう名古屋の演劇、小劇場の演劇っていうのを知るようになって、はいはいはい、うん、でそのまあ仲良くなった人たちが出るからっていうので、うん、まあ、この M's ジャンクションを見た時に浩次郎さんが出てらして、はい、おそうですね、でその見てて、はい、すごい面白い人だなって。面白い、芝居とか人となりっていうか、人がすごく面白い人だなと思って、ね、はい、いじめられてただけだもん、ね、はい、でまあ、それで、なんかツイッターとかでこう見てたりした時に、はい、まあ、今今回次の客員を募集してますよっていうことを、うん、あー、はいはい、ホームページで多分見たんですね、はい、あ、そうなんですか、うん、でそれで、まあ、YouTube とかで、うんうん、だからオメガさんの芝居自体を見たことはなかったんですけど、うん、はい、まあ、YouTube とかでちょっと見させていただいて、わ、この面白い人が作る演劇はこんなかっこいいんだっていうのをなんか面白いことがいっぱい出るんですね面白い人が作るかっこいい舞台みたいな。そうですね、それでちょっと、はい、はい、ちょっととても興味を持って話していただけませんかという連絡をさせていただいたんですけども、うん、それを快諾いただいたと。そうですね、電話で決めちゃったね。そうですね、電話でもういいと思いますみたいなことそうですね、うん、で特にその人となりとかはあまり、うん、前は面識とかはあったんですか。ない、いや、ないね。あ、もういきなり連絡をして、うん、そうそう、電話もらってで、うん、そこで、まあ、ちょっとだけ話して、うん、じゃあ OK っつって、うん、早い、ね、早い、うん、うん、あ、ちなみに僕赤井さんとはですね、まあ、以前この番組に出ていただいたパフォーマーズパーティーさん、ね、イベントがあったんですけど、それのプレパーティーというところで確か初めてお会いしたのかなと思いますよね。はい、ね、赤井さんというだけにですね、その当時は本当に赤かったですね赤かったですね、ね、髪から服装から全部赤かったですね、そうですね。でもなんで辞めたの。あ、今ね、チャイさん、チャイさん、赤い赤いさん知らないんです。辞めたっていうわけじゃないんですけど、まあ、うん、飽きちゃった赤い、あ、そうなんですか。髪赤いのちょっともう半年ぐらいで飽きちゃって、そ, あ、そろそろ黒髪とかにしようかな今ちょっと中間のね、茶髪みたいな、もう色も抜けてしまってみたいな、ね、痛みますし、ね、そういう話じゃないですか、はい、でもなんかね、そういった若干奇抜かなと思いつつお話ししてみるとね、すごく話しやすい方で、わーい、ね、その後結構ね、芝居とか見に行くと、まあ、お会いしたりして。そうですね、じゃあ結構そのなんか前からその芝居とか見に行かれてるように思われたんですけど、そうでもなかった。そうですね、本当最近ですね、本当にそのパフォーマーズパーティーで、うん、まあ、孤独部さんとかも出演されてたし、うん、その後からもうのめり込んでた感じ。そうですね、でまさかここで出るとは。そうですね、本当に出ることになるとは、しかもあの浩次郎さんの虚構オメガさん出てる、はい、で、じゃあちなみに今回の公演、まあ、どんな、まあ、お話なのかなという感じなんですけど、うん、ちょっとまあ今回変わってるっていうのを伺ってるんですけど、はいはい、あらすじみたいな。まあ、そうですね、まあ、どんな、うん、はい、まあ、そうですね、まあ、軸として2人の人がいるんですけど、うん、まあ、田中君っていうのと中村さんっていうのがいるんですけど、はい、
まあ、田中君はものすごいなんか簡単に死んじゃうんですけど、うん、で中村さんは中村さんで、まあ寝て起きると、はい、まあ、全然違う記憶になってるっていう、なんか変な人なんですけど、うん、寝て起きるとっていうか、まあ、うん、よくそういう目に遭ってる女の子が、うん、まあ、あの世で会いますっていう、おー、うん、なんかよくわかんない。確かによくわからない。ざっくばらんです。確かにそれで聞いちゃうとすごいなんか大変な話な気がするんですけども。でこそのメインが2人ということなんですね。そうですね。まあ一応なんか演劇ってやっぱ群像劇なんで、うん、まああえて言うならその2人がメインかなっていう感じであるんですけど、でも、はい、まあ全員まあ、同列に見ていただければ嬉しいかな、はい、僕としては別に誰が上とか下とかっていうのは考えてないので、うんうん、ただちょっと出番が多いのはその2人かな。あ、そういうことなんですね、うん、はい、でちなみに今回の公演なんですけれども、なんとその視覚障害者の方にも楽しんでいただくために音のみの公演となりますということなんですけど、うん、これはまあどういった、まあ、例えば何かいきさつというか、うん、あったんですかね。そうですね、もともとさっきオメガの立ち上げの経緯で、うん、まあ、リーディング劇からっていう話したと思うんですけど、はい、うん、まあ、その当時から構想あったんですよ、ずっと。あ、なるほど、はい、うん、まあ、リーディングでやっているので音だけでなんかできないかなっていうの、うん、ただ、まあ、まあ単純に機会がなかったんですけど、うん、まあ、今回の公演をやるにあたって、はい、まあ、ちょっと今回出てる斉藤純子さんっていう方が、はい、盲人情報文化センターでボランティアをやってるので、なるほど、ちょっと相談したんですね、うん、そしたらぜひやりましょうっていうので、うん、まあ、センターの方と引き合わせていただいて、うん、そこの所長さんと話をして、うん、あ、いいですよって話になって、うん、まあ、そこからトントン拍子で、へ、うん、ちょっとこの音だけっていうの普通はまあ視覚に打たれるものっていうか、まあ、役者が動いてっていうことになるんですけれども、うん、なんとちょっと聞いたところによると、うん、まずその会場に入り、うん、席に着いてからだとは思うんですけれども、うん、なんとその公演の最中はアイマスクをすると。そうですね、これももうね、まあ、その視覚障害者の方ももちろん見えるということと、うん、あとはまあ実際その、まあ、健常者という言い方しますけれども、あの方々が見えた場合でもまあ同じその、うん、まあ、あの立場というかになるためにそういったものをわざわざ用意されている。そうですね、まあ、あくまでそういう視覚障害者の施設でっていうところから始まったので、うん、はい、まあ、全員同じ環境にしたいなっていうのがあったので、うん、ただまあ完全安定にするっていうのはちょっと僕の今回の演出上ではちょっと難しいっていうのもあったし、うん、だったらまあお客さんにはちょっとお手数ですけど、まあ、アイスマスクしてもらってっていう方向でちょっと考えて、うん、ちょっと話の内容とかね、あのタイトルもすごく不思議なんですけども、うん、このね公演自体もちょっと珍しい形というか、まあ、聞いたことないんですけれども、はい、で今回その、ね、初めてですかね、山本さんもそのオメガさんに参加されるというのは。あ、そうですね、ですよね、本当に。いや、初めてのその公演がこんなちょっと変わった感じなんですけれども、うん、なんかこれはどうですか、まあ、ちなみにどんな役をされるとかっていうのはおっしゃっていただけますか。そうですね、一応中村と絡む役でしたり、あと、はいはい、あの世でちょっと生きてる人だったり、うん、と最後にちょっと出てくる男の役だったりするんですけども、はい、そうですね、普通の公演とは少しやっぱり違いますので。明らかに違いますね、うん、確かに、うん、なんか一言斬新だなっていうのをね、すごいずっと思ってるんですけど。ですよね、うん、なんかちょっとパッと 見というか、その実際その場にいると、うん、ちょっとなんていうかそのラジオドラマ的な部分が正直あるのかなっていう感じもするし、まあ、なんていうか実際にまあ役者が動いてるのを見れば、まあ動きで、まあ例えばまあもちろん声を荒げたりして怒ってるとか、まあ体のアクションをちょっと大きくしてっていうのもあると思うんですけど、それが全くなく、あともちろん音とかも出すというか出ると思うんですけれども、その辺ってどうなんですかね。どうなんでしょう、皆さんがどういうのを想像されているのか分かんないんですけど、まあ、うち今回かなり特殊な席の組み方をしてまして、はい、ラジオドラマっていうのは多分正解に近いとは思うんですけど、あ、うん、まあ、それをかなり立体的にやるっていうイメージですよね。じゃあ役者も別に立ってるだけじゃなくてもちろん移動するし。そうですね、だからいろんなところからセリフを役者が喋ってるのが移動したりっていうのが、うんうん、はい、まあ、その配置とかですぐそのお客様が肌で感じられるような演出をしているというか、うん、じゃ基本的にはもう聴覚をもう本当にもう鋭敏にさせて、そうですね、感じるような、うん、多分アイマスクしたりとか、うん、まあ、アイマスクして目開けてる人は多分いないと思うんで、目つぶると思うんですけど、うん、はい、そうして聞いてると多分
意識しなくても聴覚が鋭くなってくるんですよね。そうですよね。うん、だから、まあ、特にその何も考えなくてもなんかそういう感じで聞いていただけるのかなと思うので、うん、じゃ結構そのお客さん、まあ、それぞれ その想像で、うん、まあ、若干その想像が膨らむというかそういう部分を、そうですね、あの想像で補完する部分は多いと思います、うんうん、じゃちなみに赤井さんは今回どのような役を、はいはい、そうですね、うん、な、言える範囲で、まあ、あの主人公中村の、うん、まあ、同僚、うん、とかですかね。さっきからなんか、ね、お話伺ってると結構複数をなんかキャストするような感じなんですかね。大体、うん、特に、ね、この辺が、ね、多いんで、ね、2、3役が、あ、2、3役、はい、それで何かそのこだわってるところとか、まあ、例えば声を変えるであるとか動きとか、なんかやっぱり芝居は変わると思うんですけれども、うん、そうですね、そうですね、やっぱり、うん、ちょっとやっぱり演出的にその声色を意識するっていう風なのがちょっと言われてたりとかします。それは どうですか、実際そのなかなかそういう、まあ、役を振られてその役をひたすらでその芝居で、まあ、生きるっていうのはあると思うんですけれども、うん、あえてそんな、ね、見えないところで声色変えるってなかなか普段やらないと思うんですけれども、うん、そうですね、芝居でとかでも、はい、普通の芝居だったらあんまりやらないことだと思うんですけど、ね、音声だけってなるとやっぱりそういうスキルが必要だなっていうふうに、ね、そうですよね、やってますね。なんか相当チャレンジですよね、その作品としてもその、ね、その催しとしても、はい、うん、じゃ赤井さんは どう何かその工夫してるとか、そこういうことをしようと思ってるとか。そうですね、でもやっぱりこう対応する相手が変わってきたり立場が変わってくると、うん、はい、やっぱ関係性でそのまあやり方っていうのは必然的に変わってきてしまうので、うんうん、その意識してなくても、まあ、全く違うものになってしまうんですけど、うん、でまあ、その中でもやっぱりちゃんとその何でしょう、まあ、耳からだけど肌で感じられるように、うん、まあ、やっぱり声が一番重点的になると思うんで、うん、そこに、まあ、ただ淡々と聞こえてくるだけじゃなくて、うん、はい、まあ美しく聞こえるようにっていうのは少し意識しなければなとは思いますね。なるほど。じゃあその声を受けて小島さんはどうですかね、その役者の皆さんはどんな感じですか。まあ今稽古ももうだいぶ進んでいると思うんですけれども、はい、どんな感じ、うん、感じっていうのはあれですけど、うんうん、いや、みんな頑張ってるよ頑張ってるよ、ざっくばらんちなみにこのお二人は、まあ、どうですかね、はい、今回その、まあ、客演という形になりますけども、例えば山本さんはどんな方なんですか。うん、ですね、や初めてまあ、ね、うち出てもらうわけですけど、そうですね、初めてです、はい、いやでもやるたびにどんどん良くなってるんですよ。 ありがとうございます。いやだからなんか今後も伸びる方かなと思ってます。お、やった、うん、ここで、まあ、調子乗るなとは言っとく。あ、ちょっと若干釘刺された感じですけど、じゃあ赤井さんはどんな感じですか、ね、赤井さんはそうだな、あんまりその舞台には立たれた、ね、あんまりいないかもしれないんですけど、うん、そもそもがなんか独特の雰囲気を持ってるのでですよね、うん、まあ、今はチャイラですけど、それだけでまあ普通に何だろう、今回のその公演向きな人ではあるなと、うんうん、ただやっぱりまあ経験がまだねそんなないので、うん、そこかなっていう感じはするけど、いやでも、うん、全然、うん、いいと思いますよ、うん、ありがとうございますじゃあ逆にその赤井さんから見た幸次郎さんはその、まあ、例えば今後演出もやっぱりされたりとかもすると思うんですけど、あ、そう、作演ですね、作演ですよね、うん、まあ、その辺で幸次郎さんは実際見るこういうお話してる楽しい幸次郎さんと演出してる小池さん、なんか違うところとかってあります、うん、言ってやってそうですね、でもなんかいつもすごく静かな、はい、まあ雰囲気なんですけれど、はい、まあ、もちろんその稽古場でも静かではあるんですけど、はい、なんかこうやっぱりすごくこだわりが強い人だなという、うん、まあ若干ちょっと恥ずかしい思いがありまして、そうですね、はい、なんかすごくなんでしょう、演出家、うん、そうですね、の中でもなんていうか芸術家に近いんじゃないかなっていう、ほうほう、なんかこう音楽だったり造形物を作るんだったりっていうような、うん、その、うん、そういうところにこだわるような感覚は受けますね、はい、おー、はい、だそうです
ありがとうございます。なんか褒め合いみたいな。じゃあ山本さんから見てその幸次郎さんはどうなのか、ね、言ってやって言ってやってでも、うん、そうな、本当赤井さんも言ってた通りなんですけど、うん、はい、まあ、静かで、まあ、こだわり強い人なんて。静かかな、僕。静かですよ。いやでもすごい面白い人だといつも思ってるんですけど、ありがとうございます。いや最初っていろんな劇場で幸次郎さん実際見かけることがあって、あ、僕もですね。で、あの実は怖い人なんじゃないって思ってた人もあったんですけど、でも実際こうやっていざ虚構オメガに入ってみると、うん、はい、なんかいやこの人めっちゃ面白いですよね。はい、本当にいつも、もっといつも助かってます。本当に、うん、まあ、こだわりが強いなっていうのと、やっぱり自分でやりたいことがしっかり決まってるんだなっていうのが、それ大事ですよね、うん、主催の方であったりとか、やっぱ演出とかってやっぱりこれをそのなんとか役者に提示してもらわないと、やっぱりそこは伝わらないところとかもあると思うし、うん、 ね、その辺のなんか演出で気にされてるとかってあるんですかね。やっぱりこういうとこは、まあ、あくまでその芯の部分は伝えないといけないっていうのはやっぱりあるかなと思うんですけど、でも今回特になんですけど、うん、あんま細かいこと言ってない。そうでもないのかな、分かんないけど、うんうん、初めてなんで分かんないですけど、多分そうですね、的確なことを言われてるんじゃないかなと、うん、まあ、多分言葉少なでもちゃんとその的確な指示とかされてるのかなっていう。確かにそれは、うん、根本的なところばっかり言いますね。なんかあんまり表面的な細かいのはもうつけないようにしてるっていうか、うん、もうあの役者で頑張れっていう感じで、うん、昔はそうではなかったんですよ、うん、もうあの表面的な細かいところも全部もう病的につけてたので、うん、ただそれはちょっと役者が面白くないなと思ったんで、うん、まあ、役者が来てもらってる意味がないなと思ったんで、そこはもうある程度は任せようと、うん、任せて、ただ根本的なところを間違えられると困るんで、うん、まあ、そこだけ常に、まあ、こういう感じのものを求めてるんだよっていうところだけ極力言うようにしてるとか、うんうん、結構気遣ってる。すいません、大丈夫だよ。じゃあですね、ここで改めてあの日時 の、 あの告知をしていただきたいと思います。はい、はい、誰が出ますかね、はい、じゃあどなたが、じゃあはい、お、山本さん、はい、はい、はい、じゃあまず日時は、はい、9月15日の11時からと、15時からがあります、はい、で、次の週ですね、9月の22日の11時から15時、これも同じ時間になっておりますの で、 そうなんですね、はい、横日曜日なので、はいはい、来やすいかとも思いますので、ちょっとイレギュラーなんですよね、通常、うん、例えば何日から何日までっていう感じなんですけど、金土日とかありますけど、うん、今回はそのお芝居をする施設ではないので、そもそも、うん、だから日曜日だけ借りるっていう感じなんで、その2日間、うん、1週空きでやるっていう、うん、なるほど、感じ、はい、じゃあ料金の方は、はい、僕ですか。あ、じゃあ違う、あ、はい、料金はあの一般が1000円になっております、はい、でこちらの要約当日ともになってるんですが、はい、視覚障害者の方と、まあ、ガイドさん、ご家族様は、まあ、1名様まで無料になっております。はい、はい、これはもう要予約という感じですかね。そうですね、あのちょっと申し訳ないんですけれども、はい、両日とも11時の回がもう完売になってしまったので、はい、なんと、はい、15時の回もかなり少なくなってきているので、うん、はい、ちょっともし興味ある方は早めに予約いただけるとっていう感じですね。あと会場の方はこちらは名古屋盲人情報文化センターの2階の集会室、はい、ちょっと今なんていうか普通のその劇場という感じは全然ないですよね。そうですね、本当に集会室なんで、はい、それをちょっと無理くり使って、うん、はい、ちょっと泣きそうになる実は、うん、大変やろうと思ったものの、はい、やっぱり大変な部分は、場所なんですけれども、これはあの、地下鉄ですと、これは名鉱線ですかね。そうですね、はい、はい、名鉱線の港、名鉱線だというはい、そうですね、はい、ユーザーなんで多分当てる、はい、港区役所駅から徒歩で、これはまあ8分ぐらいと書かれております。そうですね、男性だったら多分5分ぐらいで行けます。あ、なるほど。ただ視覚障害者の方とかはもうちょっと多めに見ていただいた方がおそらくいいんじゃないかと思います。そうですね、ちょっとあの場所とかはあの改めて、まあ、何かそのホームページであるとか、あとはそうですね、まあ、あの情報文化センターさんのホームページとか、そうですね、まあ、なんか検索していただくと多分、まあ、アクセスという意味では、はい、そうですね、あとうちのサイトでも、あの一応分かるようにはなってますので、はいはい、あ、そうですね、ご予約はオメガさん の、はい、あのホームページからもできると、はい、いうことですね、はいはい、あ、ちなみにあのちょっとありますけど、主催制作者割引というのもあるそうです、ね、そうだそうだそうだ、はいはい、じゃあそれも言ってあげて、まあ、主催から言ってあげて、わかりました、はい、今回、うち以外の例えば劇団を主催されて、うん、てる方とか、はい、そこの制作さんに関しては
その1回まあ1000円いただくんですけど、うん、全部終わった後に名刺交換をしていただければ500円分だけお返ししますよっていう、うん、なので実質500円で見れますっていう、はい、まあ、あのいろんな方に今回まあ特殊なことやってるんで、うん、まあ、いろんな人に見てほしいなっていうのでちょっと、はい、ちょっとお試しでやってみようかなっていう、はい、ちなみにまあ今回そういったあの会場ですので、あの視覚障害者の方とあとはまああの盲導犬連れてね見える方ももしかしたら見えるかもしれないということで、まあ最近ちょっとあのいろいろその世間的にも知られてきましたけれども、まあ盲導犬はあくまでその働いているわけで、まああのよくそのまあワンちゃんだからちょっと触りたいなとか寄ってくお子さんとか見えるんですけれども、まああくまで仕事中ということで必ずあのまあ普通のねペットのワンちゃんとは違うということで、その辺はあの気をつけていただけたらなと愛犬家は思います。ということで、はい、じゃ あのここまではですね、最初のゲストとして、虚構オメガさんから、長谷川浩二郎さん、山本大輔さん、そして赤井千春さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、CM を挟みましてですね、次のゲストさんにお越しいただきます。では CM どうぞ。トップブリーダーのウサピカ、もう諦めない。尿石汚れ、尿石バリアコーティングが綺麗が続くを実現。泡の力と天然アロマミントの清涼感はトップブリーダーのウサピカ。キープシャイニング。綺麗なトイレの下地作りにはウサピカ、頑固な尿石取り用。気になるトイレやスノコの頑固な尿石汚れ、スプレーするだけで泡の力が尿石汚れを分解。キープシャイニングウサピカ。トイレのきれいが続くのはウサピカ。毎日のお掃除用、お掃除の時にスプレーして拭き取るだけ。尿石バリアコーティングがきれいが続くを実現。キープシャイニングウサピカ。トイレとトイレ周りをさっときれいにウサピカ。毎日のお掃除ティッシュバリュー。気になった時にすぐに取り出せるポップアップ式。汚れ落としコーティングでさっときれいを実感。キープシャイニングウサピカ。はい、続きましては美しさとガチャガチャのうかく81さんと赤井千春さんです。よろしくお願いします。あれ、赤井さんがまたいるよっていうことで、はい、なんと今回そのうかくさんと、
赤井千春さんが、まあ、ちょっとなんかイベント的な、そうですね、はい、イベントだと思っていただければよろしいですか。はい、大丈夫ですね。はい、じゃあちょっとまずその美しさとガチャガチャの前に、はい、ちょっと少し前ですけど、あの縦横池ってありましたね。ありましたね。あちらのイベントも確か赤井さんと一緒にやってみえたと思うんですけど、はい、あ、そうですね、やっぱりあの続きとかそういったこともやっぱりあったりするんですかね。そうですね、もともとあのイベントの企画、うん、まあ、あれをやりだしたきっかけっていうのが、はい、僕がもともとゲボゲボっていう団体をやってたんですけども、あ、そうですよね、うん、まあ、年末去年の末で演劇を一回その中止しますみたいな、はい、やめますみたいなことを言ってて、うん、ありましたね、はい、しかし半年ぐらい経って赤井さんに、はいはい、なんか小池君一緒に、あ、小池君本名小池君って言うんですけど、小池君一緒にやろうよって、うん、なんかいや私はあなたと一緒に何かやりたいよみたいなこと言っていただいて、はい、じゃあせっかくだしやりますかみたいなのをなんか3回ぐらい繰り返して3回ぐらいやりましょうって誘われて、はいはい、そうですね、いつかやりたいですねみたいな、うん、流し流しってやってたんですけど、あ、じゃあそこでっていうふうにいきなり話があったわけじゃなくて、やっぱりちょっとモチベーションだったりとか、そうで、うん、まあ、で7月の1日にその縦横池っていうイベントが、うん、はい、そう、もう僕が元気がないからってだけのイベントなんですけど、確かにね、もう小池って誰だろうって最初宇角さんの名前しか知らなかったんで、ね、誰だろうっていうところ分かんないと思うんですけど、うん、だから僕が立てよって言ってる、うん、もう周りにもう元気でいてくださいって赤井さんから言われて、そんなイベントがまあとりあえず1回目にありまして、まあ、でそのイベントをやる前に、まあ、今後も何か一緒にやりたいですねっていうの、うん、それっきり7月1日のイベントだけじゃなくいたいねみたいな話をしてて、うん、まあ、とりあえず1回目は僕が主役みたいな演劇のイベントになったけど、うん、はい、まあ、次からはまあ何かしら違うことをやりましょうっていうので立ち上がったのが今回のイベントみたいな感じなんですけども、そうですね、はい、じゃあちょっとこんなことを聞くのもなんですけど、その、はい、あのさっきその赤井さんがその芝居とかに触れられるようになったのって結構最近な、まあ、そうですね、それこそ今年の初めとかそれぐらいだっていう話なんですけど、うん、まあ、変な言い方ですが、そのお二人の慣れ初めじゃないですけどなんかそういったところってなんか例えば劇場で会って意気投合みたいな、そんな感じなんですかね。あんま僕は覚えてなくて、そのゲボ毒っていうゲボゲボ僕のやってる団体と、うん、その柏山くんっていう孤独部の、うん、この番組の準レギュラーの方ね。そんな出てるんですか。結構出ない。そう、柏山くん、まあ、そういうあの位置づけでとか、ね、はい、孤独部っていう団体やってる柏山くんっていう子が僕、うん、去年のその6月ぐらいからですかね、半年間毎月あの新作の公演をやりました。そうだ、あのその場あのあのイベントなんですけど、実は宇角さんには来ていただけなかったんですけれども、柏山さんに来ていただいて、確か告知していただいてるんで、はい、そう、まあ、過去にその柏山君が来て宣伝し て、うん、ていただいたそのゲボ毒っていうののイベントを見に来て くださってて赤井さんが、はいはいはい、で声をかけてくださってたらしいんですけど、あんまり あれ覚えてなくてはいはい、はい、そうで、まあ、それなりにそのやり取りが、その多分ツイッターかなんかでやり取りさせてもらったんですけど、その時にで結局何もそのままことも起こらず、でどこだでどこだで、あの、はい、その後孤独部の楽しい平日っていう3月のイベントで、あ、ね、あの僕も行きましたけど、宇角くんが、はい、明るい農村っていう、あ、そうなんですよ、はいはいはい、ちょっと風土、そう、風土、ね、料理がすごい好きで、はい、料理を作りたいみたいな、うん、そうですね、で、まあ、その時に私が、その時は多分あの田中美奈ちゃん、うん、はい、あの明るい農村、その時一緒に、はい、うん、やってましたね、やってた、はい、田中美奈ちゃんに声をかけて、うん、で、まあ、宇角にもちょっと挨拶をして、うん、でそのあたりから私もちょっとふんわりなんで会うことになったのかっていうのははっきり覚えてないんですけど、はい、なんかあの何だったかご飯行きましょうっていう話になって、で芝居やりましょうよみたいなそうゆるい感じで誘われて、僕もそうですねみたいな、なかなかその、まあ、やるぞっていうところにはならない宇角さんをひたすらもう下激励しつつみたいな、なんかまあ適度にこうゆるゆるみたいな感じで、で結局なんか途中で僕に火がついて、おや、赤井さんやろうよみたいな、僕から言い出した形になったんですけど、はい、そこで7月のその縦横池にいた、縦横池にいた、決まったのが6月半ばとかで、3週間前ですね。ですよね、結構発表から短かったですもんね。そうですね、やろうって言ったのが6月の10日とかだったので、しかも確かあの、平日というか月曜日でしたっけ、ね、
僕もなんかそう、そうですね、別に平日でした、ね、うん、でしたよね、平日の夜でしたよね僕もあのお邪魔したんですけども、うん、はい、なのにすんごい人でしたね、あの時。そうですね、満席だったんで、ね、ナンジャーレっていう劇場でやらさせていただいたんですけど、うん、はい、うん、まあまあそんなに席数が多い劇場ではないので、まあ、60入ったらもうぎゅうぎゅうみたいなの で、ね、うん、で55人ぐらい入ったんで、うん、もうほぼもう本当に満席ですよね。満席でしたね、あの時、うん、ちょっとその短い期間に何があったのか本当に話題が話題を呼んでみたいな形なんです。です、ね、確かあの時登場されたのがこの番組にも出た、あの出られたことがあるあの内山猫さん、あ、いました、いました、ね、あのその田中美奈さんも出られてましたけれども、はい、ね、またすごい、ね、芝居をされてましたけどそうですね、あの時のはまあまあまあそうですね、そこであのなんと赤井さんも芝居というかされましたもんね、あれ本当にこの人舞台にっていうかその芝居あまり経験がない方なのかっていうぐらい、ちょっと本当にのめり込んでみましたね僕は。本当高校生の時に、うん、あの演劇部っていう、あ、とりあえずはもうそういった経験はあったけど、あったんですけど、うん、まあそれぐらいですからね、お、うん、本当に久々というか、うん、合ってないようなもん、ほぼそうですね、はい、なんかあの時は赤井さんほぼ私何もやったことないんで教えてくださいぐらいのテンションだったんで、うん、はい、あ、そんなですね、宇垣さんと赤井さんがちょっと前なんですが、はい、先月の中旬終わりぐらいでしたっけ、終わりの方ですよね、はい、あの愛知県の犬山市の方で、はい、犬山芸術祭、芸術祭、芸術祭、はい、はい、はい、まあ、通称犬芸っていうね、はい、まあ、イベントというかあったわけなんですが、うん、その時の模様がちょっと VTR でありますのでちょっとご覧いただきますかねはい、お、なんとこの会場がお寺という、お寺ですね、結構歴史のある清水寺っていうお寺で3日間あの開催したんですけど、このイベント自体が、これは今ちょっと何をやってるかっていうかこれは一応お芝居なんですかね、これもう完全にアドリブ演劇でしたね、そうなんですか、プロって言われるんですかね、だから台本全くなくて、その場のノリとお客さんの反応を見ながらやることを変えてみたいな、今日これ会場っていうか本当に舞台とかでも全然なくて、これ境内、そうですね、今この映像を撮ってるところが、はい、その客席っていうか、あのお寺入るの の段差部分、はいはい、本当に階段になってるんですね、そうですね、から撮ってるんで中から外見たみたいな、そうで、この時ちょっと小雨が降ってたんで本当は逆でやるつもりだったんですけど、はい、お寺のその賽銭箱とかがバックにあるような状態で演劇をやるつもりだったんですけど、まあまあお客さん、お客さんが濡れちゃうんでってことで逆でやらせてもらう、まあこれはこれですごく綺麗なんでいいかなと思ってるんですけど、なんか本当幻想的というかなかなかないシチュエーションですよねこれは確かに、音がないんで、うん、あの何やってんだろうって感じはありますけど、ちらっと音は多分出てると思うんですけど、あ、本当ですか、うん、あの一応出てるんですけど、ちょっと聞いてもいいですか、あ、本当ですねでちなみにこの他にも実はなんとやられたということで、そうですね、3日間やって、あ、はいはい、まあ、全部僕がそのゲボゲボっていう演劇団体をずっとやっているので、うん、はい、その名義でやってたんですけど、はい、まあまあ3日間違うことをやって、うん、この今その映ってるやつは3日目にやって、はいはい、1日目は僕の一人芝居っていうか、まあその盾よ小池っていうイベントの時にやったようなことをしたんですけど、うん、芝居っていうか内面トロみたいな、なんか思ってること全部言うみたいなパフォーマンスと言えるのかわからないような確かに縦横行きも内面トロでしたねそのままというかもうそれとしか言いがないみたいな、そうなんっていうのをやって2日目はちょっとなんかすごい気になることをされたと、そう、それだけちょっと映像が残ってないんですけど、うん、2日目だけは、2日目は僕が女装をしてそうなんですよ、そうなんですよ、女装して赤井さんとあとゲボゲボの一応団員ではある田中美奈さん、うん、はい、3人で、うん、バンドの真似事をしたんです、真似事って真似事、あ、ずっとこうバンドをやるのが夢で、僕は高校ぐらいからやりたいなと思ったんですけど、はい、どうしてもこう楽器を練習するのができなくて、うん、なんかまあまあ、うん、できないし、うん、手痛いしみたいな、ギター痛いってずっとそうずっとなってて、はいはいはい、そんで結局この年になるまで結局やりたいっていう欲求だけはずっとあったんですけど、やれずにいて、うん、
で、まあ、最近そのバンドマンの方とよくその知り合いになったっていうのがあって音楽 やってみたい欲求がまたかなり強くて、うん、でもこうギターとか練習したくないみたいなそこはやっぱりしたくないですね。なんかもともと演劇とか やれちゃうんでその練習 して準備してっていう時間もったいないなって思っちゃうんですよ。 やりたいって時にすぐやりたいって思っちゃうので、うん、あ、なるほどね。ってなった時にギターとかなくても音楽ってできるんじゃないのかってなんか思ってしまってでもう前日にその赤井さんと田中さんにその何か音の出るものを持ってきてくださいってお願いして、それもすごいですよね。どういうそれ赤井さんはどう受けられました？その音出るものって何？音の出るもので何ちなみに何を持ってかれたんですか？私は笛と、うん、あとカズーっていう、あ、はいはい、あのプープープーってなるの、あの、まあ、これも一応笛の一種みたいな、そうですね、と、笛とカズーとあとあのコキリコっていう、うん、シャリシャリシャキシャキ なんかシャキンシャキンってちょっと表現があれですね。あれですね、うん、それは自宅にあったんですか？はい、なんだ、あれ、そこすごいですね。笛ぐらいはあるかなと思うんですけど、うん、結構変わった楽器が家にあるね。なんかこうこうなんかひねるとシャキシャキっていうのが軟禁玉すだれじゃないですけど、ちょっとそれっぽい、ちょっと木が蛇腹みたいな、そうですね、うん、あの独特 あったんですか。あれは、はい、ありましたね。それはでもそれをなんとそのちょっと映像というか僕写真で見たんですけれども、あのうかくさんがウィッグをかぶって、そうですね、完全に女装して金髪というか割と可愛いピンクっぽい、うん、なのに似合ってるって似合ってましたか、あれそう、そのなんだったんですかね、その元々の発端が普通にもうギターとかベースとかを練習して、うん、バンドをやろうって赤井さんという話をしてて、うん、で、まあ、なんか面白いことをやれ、普通にやっても面白くないって思ったので、うん、僕が女装して、うん、そう、すごいですねなんかやろうみたいな話になってて、はい、でその形だけ残ったみたいな、その2日目にやった女子じゃねえっていうバンド名、ね、それもどういう内容か最近 タイトルだけ聞いたんでどういうことなのかなと思ったら、で、まあ、僕が女装して女子じゃねえっていう、うん、女子じゃねえ、そのバンド名でみたいなやつで、はい、うん、まあ本当にまあまあなんかずっと話がぐちゃぐちゃしてますけど、うん、まあそんで結果的にその音の出るものを持ってきてもらって、うん、はい、あとはその僕がこう歌うとか喋るっていうか、うん、はい、ものに対して赤井さんと田中さんが音を鳴らしてもらって、それって別にその音楽この曲やるよって言って音を合わせたわけじゃなくて、なんかその場でアドリブでやってましたね。でちなみにその共通のですねバンドマンの知り合いの方がブログに書かれてたんですけど、小池さんがやりやがったと結構本当にすごいというか、あのすごい評判だったっていう話を、なんかまあどうなんですかね、あやってる方から言うとちょっと結構無茶したみたいな、いや楽しかったんですごく、うん、もうそれだけで僕は満足なんですけど、うん、まあ結構もう知り合いは、うん、知り合いとかそのバンドマンの人が見に来てくれてたとか、うん、まあ、出演してたので、はい、その人たちには評判良かったんですけど、うん、実際他の人からはどう思われたのかは全く分からないんで確かに良かったんかな、うん、あでもそのバンドマンからいいって言われるっていうのはやっぱりそのただもちろんその音楽はむちゃくちゃだったかもしれないけど、うん、やっぱりそのグルーヴ感とか、 なんかそのやっぱりやりたいことをやってるっていうか、うん、そういうところですごい伝わったところがあるのかな、なんかもしれないですね。だから本人たち実感がないみたいな、そうです、またどっかの機会でやれればなと思ってるんで、まあ、近々多分遅くても10月いっぱいのどっかにはやると思うんですけ ど、まだちょっと決まってはないんですけど、じゃあ今回のその美しさとガチャガチャではそういったことはまずバンドはやらんやらないです ね、 あ やりたいなと思うんですけどもう先に予定いろいろ決まってたので、あ、そうなんですね、今回はやらないですね。あの出演者とか募集されてたもんですもんね、あ、そうですね、ツイッターとかで、そう、はい、演劇をしようと思って、あ、でもちょっとまた話戻るんですけど、はい、今出てるその美しさとこのガチャガチャって、はい、これなんですけども、はいはい、これどういった意味があるのかなっていうふうに思ったんですけど、そう、そのガチャガチャって言うと、まあ、このそうですね、このガチャガチャみたいな、なんかいろんなものが出てくるよみたいな、まあ、結構そのこのなんで名前この名前をつけたのかっていう、うん、はい、かなり戻ってちょっと話させていただくんですけど、もともとその赤井さんと一緒にイベントをやりましょうって言った時に、うん、1回目に盾よ小池って名前を決めた時に、はい、すごくそれがなんていうんですか、しっくりきたというか、うん、もうこれ以外ないなっていうタイトルを自分たちつけちゃったんですよ、自分なんか気持ち的に、うん、これ以外はないね、この今回のイベントは、うん、この名前以外はやれないねっていうぐらいに気に入っちゃったんですよ、うん、盾よ小池っていう名前が、うん、っていうので盾よ小池じゃなくなるけど
イベントをやろうってなった時に、うん、なんかそれぐらいインパクトがあった上に自分たちがすごい気に入った名前が欲しいって思って、うん、でも全然決めれなくて、うん、でもそろそろ決めないとっていう時期が来てたので、うん、もう決まらないどうしようどうしようみたいなことを言ってた時に、はい、なんかお互いに好きな言葉を一個ずつ言おうみたいな、それをつなげようみたいに言ってみて、はいはい、それがこれですね。これ美しさいいんじゃない、はい、ガチャガチャいいんじゃないみたいな、そうつなげたら美しさとガチャガチャ、あこれいいんじゃないの、いいじゃんこれっていう単純に僕らの好みと、まあ、かなり後付けな部分はあるんですけど、うん、この今回のイベントの趣旨みたいなのもちょっと流れで喋っちゃうんですけど、うんはい、まあなんかその今回は僕は演劇やってるので、うん、基本的に演劇のイベントになりがちなんですけど、うん、僕が主催してしまうと、はい、でもそれじゃつまらないなって思ってて、うん、最近特にそれだけじゃないぞ、演劇のイベントはいっぱいあるので、うん、それこそあの味噌劇とか名古屋ですごく最近とても人気って言った、うん、もう3年4年目とかのあるので、うん、もう演劇のイベントやっても2番煎じって言ったらあれですけど、うんまあ、よくあるしなと思って、うんまあ、別に複合イベントもよくあるんですけど、うんってなった時になんか自分がやるんだったら演劇だけじゃなくてこういろんなジャンルの人が集まった上でそのいろんなジャンルの人がその自分がやってないことに対してに刺激をもらえるのがいいななんて思ってて、ってなった時にそのなんていうんですかね、そのガチャガチャって何が出てくるか分かんないみたいな雰囲気もあるなみたいな、超後付けなんですけど、あそうなんだ、そうでももともとイベントでやりたいことはそういうことだったんで、なんかわりかし自分のやりたいこととそのタイトルが一致するななんてちょっと思ってますね、うん、ちなみに今回そのガチャガチャなんですよ、そのどんな人が出てくるのかなっていう、あそうですね、はい、ラインナップは、ね、はい、ラインナップまずはこの2人、そうです、はい、2人芝居と、いや2人芝居ではなく、そうです、僕はもう本当にずっとアドリブ演劇ばっかりやってて、うん、アドリブっていうかもう舞台にそのまま僕が立つっていうことしかやってなかったんですけど、うんはい、久しぶりに本当に半年ぶりぐらいに台本書いて演劇やってみようと思って、うん、出演者を募集していたんっていうので僕は演劇をやりました、うん、で赤さんは、私はあの紙芝居をやりますね、はい、まあ、かなり昔に紙芝居を、うんうんまあ、ちょっと作ってた時がありまして、はい、でまあ、学生の頃なんですけど、うん、でそれでまあちょっとそれをまたやろうかなと思っていて、うん、そうですね、そんな感じです、はい、じゃあ他にもなんかいろいろ、そうですね、あとはあとそのまあイベントをちょっと、うんまあ、なるべくコンパクトにまとめますけど、はい、その誘ってる、うん、出る出演者が、うんはいまあ、僕と赤井さんがおのおの面白いって思ってる人一人ずつ誘おうっていう話で、うん、で僕が、うん一緒に演劇をやったこともあるんですけど、うん、矢頭のり子っていう女の子、うんはいはい、今は多分フリーでやってると思うんですけど、あ、はい、まあ元々どこかの芸大生かなんかで、うん、イラスト描いたりとかしてる、あそうでしたね、確か前もよくフライヤーとかで見たり、ね、女の子なんですけど、うん、その子の一回作った演劇がすごく好きだったのでお呼びして、うん、であとは、と私の、まあ、後輩になるのか、うん、あののまあ田中めぐみっていう女の子がいるんですけど、うん、その子が、はい、旅人で芸術家をしてまして、旅人で芸術家、旅をしながら芸術家をしてまして、はい、でもうちょっと前まではあの広島とかまで歩いていって、うん、歩いて行ってで帰ってきたんですけど、はい、でその子が旅人として今回舞台になんと舞台に立つ、すごいです ね, すごいですよね、何やるか全然わからないんですけど、あ、はい、もうそこはね、そう当日の楽しみみたいな、楽しみ僕らも本当にわかんないですし、うん、っていうのと、まあ、あとはその僕二、うん、人とも仲がいいその田中美奈ちゃんっていう女の子が最近一人でちょっと演劇とかやりだして、うん、まあ、その子が演劇やるっていうのと、うん、まあ、ボアとここも仲がいいってな、うん、全部なっちゃうんですけど、はいはい、あとはあの劇団運営っていう出た、まあ、主にコントをやってる団体 で、ね、もうこの番組に来ていただいた内山猫さんと、そうです、内山猫とか、はい、柴聖也さんと、そうです、はい、あとはあの写真になかなか写れない青木健これはね、猛烈キネマレコードさんすごい活躍されてましたけれども、の3人 の、うん、まあ、コント公演といってもめちゃくちゃ面白いですからね、本当に、まあ、そうですね、うん、本当にコントばっかやって総合表現ユニットらしいんですけど、コントばっかやってコント集団じゃないかってもうすごい楽しみなんですけど、の6団体ですね、うん、そうですね、はい、
じゃあ、今回ね、あの告知の方お願いしたいと思いますけども、はい、はいはい、告知です。告知です。はい、じゃあどちらが ありがとうございます。若井さんはやってください、はい。今回は9月30日の月曜日、うん、はい、月曜日また、はい、また月曜日ですね。ちょっと月曜日が好きじゃない、うん、なわけじゃないんですけど、まあ、あの今回、ちょっと6団体いるということで、うん、会場が、7時、うん、開演が7時半からとなっております。はい、で今回の、料金の方なんですけども、うん、まあ、予約当日ともに1,000円で、今回場所はまたあのナンジャーレさんの方でやらせていただきます。で今回のご予約の方がですね、うん、我々があのホームページを持っておりませんので、メールアドレス、こちらの私がやってる赤い森っていう創作ユニットのメールアドレスなんですけど、うん、そちらの方、はい、もしくは、はい、あのツイッターで今美しさとガチャガチャの、公式ツイッターができておりますので、うん、アットマークうつガチャの方ですね、アクセスしていただければ、はい、こちらの方であのリプライ DM 等でご予約できますので、はい、よろしくお願いいたします。まあ、エムズジャンクションもね最近あの、はい、ちょっとフォローしていただいて、またあのフォローし返すみたいな。ありがとうございます、まあ、もしあのお分かりにならなければ、あのエムズジャンクションのツイッターの方から、あの言っていただければ、あの多分上の方に、まあ、最近あのフォローしていただいたんで、はい、上の方にあると思いますので、フォロワーさんの中から選んでいただいてもいいかなと思いますので、はい、はい、ここまでは初登場ですよね。今回来ていただきました。そうですね、そうですね、はい、今回はまあイベントということで来ていただいた、はいはい、美しさとガチャガチャから、はい、うかく81さん、赤井千春さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また CM 挟んでですね、今度は恒例の質問コーナーの方に行ってみたいと思います。では CM です。オーガニックという言葉を知っていますか？オーガニックとは農薬などの化学的成分を使用せずに有機栽培で育てられた安心して食べることのできる農作物のこと。この厳選されたオーガニック原料を使用した美味しいラビットフードがバイオラビットなのです。バイオラビットはオーガニック先進国ヨーロッパのオランダで開発し、その有機原料はオーガニック認定機関で認められた9種類を使用しています。美味しさや栄養だけでなく原材料の安全性までこだわった一品、厳選のオーガニックフードバイオラビット、この機会にぜひ一度お試しください。そしてウサギを飼育するときに気をつけたいのが歯の伸びすぎとストレス。これらを防止することを考えたウサギ専用おやつがこちら。ドイツから上陸したウサギのプレミアムおやつシリーズ。まず器ごと食べられるポットタイプとして、ごまをふんだんに使ったごま団子ポット、人参の美味しさをそのままキャロットポット、バラの花びらを凝縮したローズポット、見た目の綺麗なフラワーポット、こちらのデンタルポットは4種類ご用意しました。そしてリングタイプになったのがウサギの大好物を散りばめたミックスナッツリング、野菜の栄養満点ベジタブルリング、人参クラッカーをトッピング、キャロットリング、小粋なスパイスゴマリング、こちらのデンタルリングも4種類ご用意。大切なウサギのおやつとして、毎日の歯のケアとして、はい、ここからはですね、恒例の質問コーナーに行ってみたいと思います。はい、この番組ではですね、まあ、基本的には、まあ、複数団体に来ていただきまして、まあ、結構勝手知ったる仲かもしれないんですけれどもあえてここは質問を投げかけていただこうということで、ちょっと交流をね図っていただこうということで、 yes, yes. はい、実はもうね個人個人でもう質問を用意いただいてるんですけれどもあ、ね、まあ、基本的には教え合ってはいないと思いますので、初初見ということで、うん、はい、いろいろ答えていただきたいと思います、はい、まずはこちらです。赤井さんから、はい、お芝居を始めるきっかけとなった出来事などありますか？
ということで、じゃあこれうかくさん、あ僕なんか変な感じしますね僕きっかけもすごいすごいって感じのことではあるんですけど、もともと高校は弓道をやってたんですけど半年ぐらいで辞めてしまって、でその後に高校の友達が演劇部だったから演劇部入ろうかなぐらいの、本当に帰宅部だったら入ろうかなぐらいのニュアンスで入って、はいはいはい、ね、別にやりたいよっていうわけじゃなくて、 めっちゃやりたいわけじゃなくて、うん、まあなんか当時すごい声優に興味があったのもあって、うん、はい、なんか入って勉強ちょっとしてみようかなっていうのもあったんですけど、うん、そんなにやりたいからって感じではなくて、うん、スッと入ったら 今もやってるみたいな。なんですかね、これはなんか本当に天命じゃないですけど、なんなんですかね、あったんですかね。そう、うちの親も演劇やってる人なので。あ、そうなんですか。まあまあまあ、あの結婚して辞めたぐらいではあるんですけど、かといってその影響を受けてたわけでもなくあんまり親がやってたの知らなくて、そうそうみたいな。親も父親も母親も演劇のもともとやってた人らしくて、サラブレッド サラブレッド的な部分なのが結果的にそう演劇の道に進ませたのかもしれないんですけど、あなんか血に火がついちゃったって変な表現ですよ。かもそれなんかね、きっかけが、じゃあそれからもずっと今に本当にいたわけですね。そう、本当にずる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 、結構初めからするとちょっと不思議な、不思議ですね、しますよね。そうですね、なんかこれといって入ってそのあれだってわけで入ったわけじゃないし、これといってずっと続けていようって思ってるわけでもないんですよ。いうわけでもないっていう、あ続けようと思うわけでもない、まあ、なく、まあ、途中で何回か面白い、やるぞみたいなのがあったんですけど、はい、なんかずっとこれで将来死ぬまでやっていこうって思ったことも特にないですし、でもずっと続けていくんで、多分このまま似たような感じでずっと続けていくんだろうなって。結構波があるみたいな波はモチベーションの波によってはもう本当にもう一気にやるぞみたいな。そうですね、本当に期間短いですよね期間短いしね、でもそこでやるのがすごいパワーを持ってるっていう感じで、なんかやりたいって思ってる時にやるのがやっぱ好きで、計画的にやるよ、計画的ではないよしよし1ヶ月後やろうとか、それもなかなかできないからとかできちゃうのがうかくさんみたいな結構好きですね僕は。なるほど、じゃあ山本さんはこの芝居を始めたきっかけとか、そんな、あお芝居を始めたきっかけはですけど、高校の時にちょっとあの就職に関して考えることがありまして、就職で、はいはい、なんかそれで、まあ、まだ大学まで入ってないわけだけど、どうしようっていうことを友達と喋ってたんですね、はい、でこれまたうかくさんと同じように僕も声優に興味があって、あそうなんですよ、それで、あなんか声優とかになったら面白そうでね、漫画が好きなの で、はい、で絵は描けないんですよ、でも体育は得意だったので、じゃあ役者っていうのもありなんじゃないっていう風になって、それでちょっと大学入ったらじゃあ演劇とかやってみようよっていう風に思ってやりましたね。で今ずる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 と、もう続けてしまってるっていう言い方、こういう方の方がしっくりくるのかなとか思う、そうですね、声優さんだってもともとは演劇部とか、まあ、演劇を経験されてる方が、ね、なられてることも多いですし、まあ、実は僕もそうなんですけども、そういう、ね、声優さんっていうかそういった、まあ、さっきちょっと話ありましたラジオドラマとかそういうのが好きだったんで、そういうのを作ることにもちょっとやってたりとかしたことあったんですけれども、はい、じゃあ幸次郎さんは、はい、ちょっとあの始められること自体はちょっと遅かったっていう話が、ね、ありましたけど、そうですね、前出た時に、ね、ちょっと話したと思うんですけど、はい、僕は30過ぎてから始めたので、だからあの結構そんなに経歴は長くないんですけど、まあ、初めてきっかけですよね、まあ、あんまり話すとちょっと場が暗くなるような話になってくるのであれなんですけど、まあ、いろいろ30前にちょっとありまして、でちょっとなんかその30ぐらいになった時になんか他のちょっと違うことやってみようかなってなった時に、たまたま演劇の現場に関わるきっかけが制作としてあって、そこで初めてちょっと7つであの方ね、はい、制作で入って、そこで、まあ、まあ東京の劇団の制作だったんですけど、まあ、それで面白いなと思って、まあ、普通その一般の方っていうとあれですけど、お芝居っていうとやっぱりその劇団四季とかああいうでかい舞台を想像される方が多いと思うんですけど、まあ、その目の前でそのお芝居やってるっていうのはやっぱりすごいなと思って、でそこからまあ制作として関わるようになったんですけど、さっき言ったみたいにちょっとたまたま本を書いたら、まあ戯曲賞に引っかかったので、まあそれで調子乗っちゃったすごいな、
でもやっぱり、うん、さっきのね話じゃないですけども本当に天命なのかな、うん、そこであったからっていうのが絶対これってなんか偶然じゃないんじゃないかっていう、ね、そうですね、思いますよね、これ必然だったのかなとか、うん、そこで皆さんも今に至ってるっていう、うん、そんな感じだそうです、はいはい、じゃあ続きましてはこちらです。おうかくさんから、はい、赤井さんちゃんとやってますかお母さん大丈夫かなと。じゃあこれはまあ、ね、幸次郎さんにまとめる。でさっきの話だとね、うんまあ、今回まあ初というか、うんねまあ、コラボレーションじゃないですけども、うんまあ、されてるわけなんですけども、うんまあ、ちゃんとやってますか。ちゃんとやってるのかな。 なんていうかその、まあまあ、座組なんて言いますけど、うん、その座組の位置的にはどうですかね。よくお母さんポジションとか、お父さんポジションとかいろんな方も、うん、赤井さんってどんな感じですかね。赤江さんでもこんな感じです、うんまあ、どこ行ってもこんな感じどこ行っても、はい、うん、いやちゃんとやってますよね、うん、頑張ってるよね、うん、ただね、ただねちょっとね、楽器がね楽器が難しいですね、うん、まあちょっとあんま言えないけどね楽器がね、もうちょっとあとちょっとだけどね、そうす難しいですね、うん、いや、うん、そのチャレンジされてる、うん、よくはなってるんだけどあとちょっと、うんうん、あとちょっとやってくれれば、いやでも、うん、本当頑張り屋さんなので、うんうん、大丈夫だと思います。やってます、ね、ちゃんとやってる。ちなみに山本さんから見てその赤井さんっていうのはどんな感じですか、うんまあ、今回初対面なんですかね。そうですね、オメガに入って初めてなんですけど、うんうん、ちゃんとやってると思います。ありがとうございます。ちゃんとやってるよ。ちゃんとやってる。微妙な感じ。ちゃんとやってる。よかった。ちなみにその赤井さんはどんな感じですか。その例えばお姉さん的な部分があったりとか、実は結構なんか妹的なところがあるとか。いやなんかもうそうですね。なんか不思議な方だっていう風にずっと思ってるんです。なんか本当になんかみんな同じようなことばっかり言ってるんですけど、うん、不思議っていうか独特の雰囲気を持ってるなっていう人なので。お姉さんでもなく妹でもなく、まあ、赤井さんは赤井さんみたいな赤井さんは赤井さん、うん、そんなあのイメージですね、もう赤井さんのもう確立されてるそれをひしひしと感じさせているみたいな、うん、じゃあしっかりやってるいやよかったよかったよかったやってますはい、じゃあ続きましてはこちらです。お山本大輔さんから、普段どんなことを考えて作品を作っていますかということ、うん、これは、まあ、うかくさんに対してですかね。どうだろう、結構そのフリーななんていうか本当にもう思いついたらもう即実践みたいな、すごく勢いのある感じがするし、うん、結構そのエチュードというかそのインスピレーションを受けたところでその場でやっちゃうみたいな、そんな雰囲気が正直今までのイメージだとうかくさんはあるんですけど、そうですね、結構その時によって作り方を結構変えてるっていうか、やりたいことが変わってて、その下ボドクっていうイベントをやってた時は本当に自分なりに真面目に演劇を作ってたんですよ、うん、本当に台本書いて、うんはい、役者にこうやってああやってみたいな、もともとすごく演劇自体は好きなので、うん、そういう分かりやすい演劇をやっていた時期もあって、うん、で一時期こういろいろあったせいで演劇もやだみたいになってた時期があって、うんはい、っていうのでこうどんどんそのでそういう状況の時に多分演劇を作ってたんですけど、それでもやらなきゃいけなかったんでやってた部分もあって、はい、でも自分で全然納得できるものは作れなくなってしまって、はい、っていう時期を踏まえてっていうか、っていう時期があって、うん、そのここ最近はそのアドリブっていうか、うん、もうその時思ってることを言いたいとか、うんまあ、作品を作ってるっていう言い方がちょっと合うか分かんないんですけど、うんうんはい、その時思ってることをやりたいとか、その時やりたいことをしたいっていう、うん、どうしてもその作ってる時とやる時の演劇って結構タイムラグが生じてしまう部分は少なからずあると思うので、それが一時期嫌だった部分はあって感じですよね。どういう、あ、どうで、こんな感じだったっけ何を聞かれたか、なんかちょっと普通の考え方っていうか、普通の、ね、役者とはちょっと違った考え方をお持ちでいらっしゃるというか、そうですね、ねえ、なんかすごいなと思って、まあ、ちなみにね、今回、まあ、他の団体にということで赤井さんにも伺ってみたいんですが、まあ、普段はどんなことを考えて、まあ、芝居なり、まあ、今回はその紙芝居とかもあるそうなんですけども、どういったことを考えてというのはあれですけど、まあ、例えばこんなところからインスピレーションを受けるよとか、何かそういったものってあるんですかね。そうですね、でも私が作品を作るときは、うんまあ、作品を作るぞってまず集中する時間を設けないと、うんはい、全然作れないタイプなんで今日はじゃあ作品を作る日ですっていう風にして、うん、でもその常に、まあ、日頃から
そのやっぱ作品を作るぞっていう以前にアンテナを伸ばしておいていろんなものを見て、うん、お芝居見る時でもただお芝居を見に行くんじゃなくて、そのどこかその結果自分のものにつなげられるものはあるのかっていうことをやっぱり探しながら、うん、はい、多分無意識に見てる視点があるんで、うん、終わった後にこれはこういう風に使えるなっていう風に思ったりとか、うん、まあなのでそうですね、作品そうですね、どんなこと考えて作品何かを作ってるか、お芝居もやっぱり日常の中で、うん、その結局自分が役やる役だったらその近い立場の人とかを、まあ、はい、どんな人かっていうことをこう、まあ、観察したりだったりとか、うん、まあ、自分の中でちゃんと作ってやるみたいなことはやろうと心がけているんですけど、まあ、ちゃんとできてるかどうかわからないです結構僕もあの赤井さんと、まあ、いろんな現場というかその、ね、公演とかでお会いしたりすると、うん、結構その例えば孤独部さんであったりとか、うん、その結構孤独部さんってその、まあ、演劇っぽいこともしつつそのライブの、ね、バンドとかと一緒にやったりとか、うんうん、あとは結構そのバンドのイベントを、まあ、共同でなんかやってらっしゃったりとかして、うん、そのライブ会場とかでねあったりすることがあって、うん、そうですね、やっぱりその演劇とか芝居だけじゃなくてそういったまあ、音楽とか、うん、そういうところからもやっぱり感じるものとかってありますね。それはやっぱそうですね、演劇と同じくらい音楽も好きで、うん、多分どっちかというとライブハウスの方が行ってるので私は、うん、演劇本当に何でしょうね、音楽をやってる人っていうのは、うん、その素のままでもう音を奏でてるだけで全て演出されてるぐらいの、うんうんうん、それをもしむしろ以上超えるぐらいのパフォーマンスを30分とかの中でやってらっしゃるんで、まあ、得られるものは多いですかね。うん、いや、まあ、いろんなところからもうでも結構足運ばれてますもんね。そうですね、結構行く先々で覚えたいんで。そうですね、うん、ね、そういったところから、はい、まあ、いろいろ考えているというよりは、まあ、いろんなアンテナを張りつつ、そうですね、吸収しつつ作って美味しいものがあれば拾っていく感じで、それ大事ですよね。そうですね、うん、そこ僕も好きなんで、そういったところ、はい、いろんなところに足を運びたいと思ってるんですけど、うん、じゃああえてここは幸次郎さんにも聞いてみようかな。これはどんなことを考えて、どんなこと、ハッシュタグはつけなくていいですよね、ここ。ああ、それ大事。かっこいいこと言います。かっこいいこと言うよ。今から言うよ。いやいや、ごめんなさい。ハードル上がっちゃった。言わないんだ。いや、なんだろうな、うん、僕はその芝居でも何でも基本的には計画的にやるタイプなんですね。でもやっぱりそのものを作るっていうことって、はい、その何だろうな、こういうことをやりたいとか、うん、この部分をちょっとやりたいみたいなのって絶対出てくると思うんですよ。うん、あとそのいろんな役者さんにこのセリフを言ってもらってるって時に、あ、これ面白いとか、うん、あ、こういう風だったらもうちょっとこういうふうにした方がいいんじゃないかっていうのが絶対出てくるんですね。うんうん、はい、だからそういうところが一番根本では大事かなと思ってて、うんうん、だからそのなんだろう、その感覚っていうんですかね、うん、なんかやっぱりいろいろそのプロットとか書いて計画的に本を書いたりとか演出をやっても結局最終的にはなんか僕は感覚的なものがないと、うん、ちょっとなんか。なんだ、物を作る人としては僕はちょっとあれかなと思ってるので、うん、だからそういう感覚みたいなものはすごく、だからこれが大事なんじゃないかなと思った時に、うん、理屈ってやっぱりなんかみんな説明されたがるんですけど、うん、そうじゃない部分というのを大事にしたいかなっていう。これ大きいですよね。かっこいいですね。かっこいいですね。これ言っちゃおうかなんか痛いのに言っていけないような感じの線でもないですけど、で今回の特にもう本当に感覚に訴えるって言ったらもうこれはもうその最先端じゃないですか、これは。その辺でやっぱり今回のね、ところでも本当に小次郎さんは大事にしてらっしゃるのかなっていう、ね、そうです、かっこいい感じ、かっこいい感じ、かっこいい感じ、はい、やってらっしゃるということで、まあ、女子がほっとかないですね。あ、ほっとかない、間違いないですね。もうね、あ、もう最後には、まあ、ありがとう、かっこいいこと言って最後にハッシュタグ婚活オメガがついちゃうと、なんとなくちょっと落ちというかね、でもかっこいいことね結構つぶやいてみるんで、うん、かっこいいですね。かっこいいですね。いや、間違いなくかっこいい、かっこいい、かっこいい、そこ間違いない、間違いない、間違いない。ぜひ小次郎さんをフォローいただきたい。M ジャーの方でもフォローしてますので、そちらから長谷川小次郎さんを、はい、そんなかっこいい小次郎さんをね、かっこいい、かっこいい、かっこいいです、かっこいい、かっこいいですね、かっこいい、かっこいい、かっこいい、こんだけ自分が言う人初めて。はい、で続きましての
はい、そんな長谷川浩二郎さんから、長谷川浩二郎は今質問じゃないじゃん、みんなで励ましてください。いやいや、ごめんなさい、いや僕これ却下されるかなと思ったら生かされたって。もう生かします。何聞かれるんだろう。ちょっとドキドキしてたんだけど。それはしかも最後に持ってくるわ。ごめんなさい、本当ごめんなさい。励ましてくださいって。励ましてください。じゃあ山本さん励ましてあげてください。励ましてください。え、山本さんはリア充なんですか。こういう聞き方なんか。リア充で、ね、リア充、まあリア充、あ、うん、あ、どき、あ、ちょっと、ね、カチン、うん、すいませんでした。カチン、カチン。なんで俺が責められる番組になってる。いや、そういう番組、あ、違う違う違う。じゃあ、小池さん、まあ励ますとすれば、励ましてください。え、あ、あ、いつもお世話になっております。ありがとうございます。助かってます。どういたしましたか。会社みたい。でも励ましてくださいってこれ難しいです。うん、いやね、本当疲れてたんですよ。疲れてるんですね。うん、今はちょっと元気ですけど、ね、これ書いてる時は本当疲れてる。いろいろありますね。いろいろあります。いろいろありますね。はい、うん、あるよね、深くんね、やってるとね。何に疲れてるそこわかんないから、ね、どういう仕様もない、ね、なんかその婚活の話からどうして疲れてるんだろうってね。何に、でもさ、なんか作品作ると疲れない、うん、あ、なんかその、なんだろうな、いろんな芝居ね、するとやっぱりその命を削ってみたいな言い方しますけど、やっぱり作る側からしてもやっぱりそこはなんかいろいろ削って、なんか気使うので使われる。ああ、分かるでしょ。まあ、まあ分かりますよ、分かります。特に僕さ、自分で作家じゃないって思ってる部分が強いので、台本書くときは本当に苦痛で、もう本当みんなもっと俺のことそれこそこの励ましてくれ。そうそうそう、そういう感じ、そういう感じ。そう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 、そういう感じ。もっとさ、みたいなありますよ。さっき浩二郎さんだとその結構計画的にっていう話があったんですけど、うん、逆にその逆パターンですよね。そのあんまり計画的でないところがあるかな。そう、まあ基本的にその台本書く演劇をするときはちゃんとそれなりに計画的に組むは組むんですけど、でもまあ書けないんですよね、本当に。本番3日前に台本できてないとかザラにあったん で、 ああ、そうなんですね、当時はもう1ヶ月公演やってたんで、もうあんまり危機感もなくて、はい、ってのもあったってのもあるんですけど、書けないときは書けないんで、もうみんな励ましてくれればいいのにって、ね、本当あるよ、ね、励ましてくれればいいのに、うん、むしろ俺をって話しまあまあまあ、はい、じゃあそんな浩二郎さんにはどんな声を かけたいですかとかって。これあ、僕でいいんだ。あさんから、どうなんすかね、まあ、俺何に疲れてるのかが演劇なのかなっていう体で喋っちゃう。演劇で、演劇で疲れそうです、うん、まあでも、まあでもやってる途中はどうしても疲れるもんだと思うんで、まあ多分終わった後に賞賛の声がすごいあるからいいんじゃないですかね。あと、ちょっとあんのかな、分かる。2、3週間ぐらい、どれぐらいですか、うん、2週間ぐらい、そうだね。まあまあ、その15日以降のツイッターが必見ですねって感じですよね。どんだけ虚構オメガの話がされるのかみたいな。そうだね。それを楽しみに頑張ってありがとうございます。見てきたツイートを。見てきたツイートみんなしていただいて。そうですね。そうそう。励ま、みんなで。そうですね。ツイッター、うん、そう、みんなで。みんなで励ます。みんなで励ます。うん、そうそうそう。小池さん見たよって。よかったって言えばいいんだよ、ね、それだけで癒される、うん、そうそう、悪かった時は言わなくて言わんでくれる、うん、そうそう、ツイッターで、ね、ね、感想言っていただけると助かるし、うん、嬉しいですね、そうそう、うん、嬉しい、やっぱモチベーション上がりますよね、そこ、うん、本当に、うん、そうそう、なんか、なんだろう、アンケートとかもらえるとすごい嬉しいんですよ、うん、やっぱりどんな内容でも、うん、だから僕はどこ行っても必ず書くようにしてるんですけど、うん、だからうち来た人はなんか書いてもいいし、なんかツイッターでもいいし、なんか声かけてくれてもいいので、そうするとなんか元気になるんじゃないですか。浩二郎さんをみんなで励ますそんな感じで、そんな体で、はい、じゃあもう今回こう言ってんの赤井さんから、はい、これはね、励ましてほしいですよね。励ましてください。じゃあ合コンのセッティングを ありがとうございます、しましょうかね。ありがとう。やっぱりここには婚活を目がけて。でもちょっと元気になったよ。そうそう、ちょっと可愛いところ集めてみたいな。その辺どうなんですか。やっぱりまあ、やっぱり婚活の話です。やっぱりそこはモチベーションになりますよね。まあ、まあまあね。なりますかね。どうなんでしょう。
じゃあまずはまあその公演をご覧になって、うん、そうですね、本当に公演のまあ感想を言っていただいて、小獣さんがどんな素晴らしい作品を作るのか、うん、皆さん乞うご期待ですね、うん、出演者ちゃんとめた今あれと思って、うん、まさかね、あの例えばこの今回アイマスクを着用ということだったんで、うん、もしかしたらあのアイマスクをした後で耳元で小獣さんがなんかあの優しいね甘い言葉を支えてくれるとか、うん、そういうのがそういう特典はないですか。あります、あります、あります。それはもう終演後ね、そうですね、あのぜひって、はい、もう言われれば何でもやります、ね、必要な方はアンケート用紙の右隅に記入していただくと、小城さんが答えていただくと、はい、いうことで、すごい。じゃあちょっとあの改めてまあ告知というかですね、さっきあの美しさとガチャガチャさんの方ではですね、あの他の出演者の方あのおっしゃっていただいたんですけれども、はい、今回その婚活じゃない、あのチョコオメガさんの他の出演者の方結構あの有名どころの方もたくさん見えるということで、はい、まあ、先ほどもそのまあ劇団員というか同じオメガさんの宮出敦恵さん、はい、はい、他には赤井さんと、はい、まあ、山本君もいて、はい、あとあの劇団青切みかんの近藤恵里さん、はいはい、とあと、まあ、オメガではだいぶおなじみなんですけど斉藤純子さん、あ、はい、ね、はい、素敵な、ね、はい、お母さんというか、お母さん、そうですね、はい、味噌劇にも出てらして、うん、そうなんですね、すごい役というか、うん、ちょっとこれは、まあ、見ていただかないと何とも言えないんですけれども、うん、いや、はい、すごい素敵な女優さんですよ、はい、で、牛乳地獄の佐野薫、お、はい、超もう 目の大きな目の大きなもう眼力の強い方ですね、はい、そうですね、はい、であとウリンコのまだ研究生の子なんですけど、うん、月柄涼君、はい、とあと吉寺一っていう、うん、はい、ちょっとこれあの読み方が逆なんですけど、はい、はい、の、森茜君っていう、うん、はい、のが出てます。みんなあのいい役者さんなので、はい、ぜひ楽しみに。ただ、まあ、残念という言い方はあれですけれども、はい、その公演中は顔は見られないということ。そうですね、まあ、終わったら見れる、はい、ね、終わってからですね、全部ですね、今日はもう一切見れないですですよね、うん、ちょっとその声色を変えたりとかなんかいろいろあるっていうことなんですごい楽しみにしてみたいと思うんですけれども、うん、そうですね、具体的に誰がどういう役っていうのはまあ言わないので、うん、まあ、想像してくださいという感じですかね、それ面白いですよ ね、 すね、なかなかないこういう、うん、企画ですよね、うん、はい、じゃあここまではもう1時間ですね、もう15分ぐらい経ってしまったんですけれども、うん、初登場の岡久さんいかがでしたか。いやーなんか面白いですねただ純粋にちょっと結構この中の人じゃないですけども、うん、なかなかね、その公演中にまあお会いするとか結構会場でお会いする方は見るかもしれないですけど、うん、なかなか素のトークというか、そうですね、聞けないかなと思うんで、いや面白かったです。なんか僕がそれこそ3週間前に企画するとかなんて、うん、なかなかできないんですけどなんか今回初めて来た、うん、来させていただいて、はい、まあもともと知ってる顔が揃ってるっていうのもあって、うん、まあもう緊張もせず行けたのもあるんですけど、うん、なんかそうですね、ゆるっとふわっと、ただまあ本当に素の通り多分みんな思ってること喋ってるし、うん、はい、いい企画だなと。ああ、ありがとうございます、ね、本当にやっと来ていただいた感じだったんで、ん、もう前から前からお願いしたかった、また今後もぜひそうですね、まあ、ちょろちょろやってると思うので、そうですね、また誘ってください。ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、じゃあ赤井さんもね、はい、いろいろ、まあ、現場というかそこかしこでお会いしつつ、そうです、ね、来ていただけたらというような話もちらほらしてたんですけど、はい、今回やっと来ていただけたわけなんですけど、ようやく出させていただきまして、こんなトークも実は台本も全く何もないんですけれども、そうですね、びっくりしましたね、はい、本当に、はい、とりあえず一応タイプキープはしてる感じではあるんですけれども、素晴らしい、本当なんか見てる感じ見てる感じで台本あるのかなと思ったんで、うん、でもなんていうかこの番組の視聴者でもいらっしゃったという感じで、そうですね、で、その方がついに出ていただいたという感じで、まさか出るとはね、こんな感じで、またね、今後もまあ企画とかいろいろされたら、はい、まあ、うかくさんと一緒でも構いませんし、うん、また別の企画とか何か立ち上げられた時には、ね、はい、ぜひ来ていただきたいと思いますので、はい、ぜひまたよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。で、またね、今回も初登場、山本大輔さん、はい、いかがでしたか、この主催の横で客演の形で話すというのは。いや、もう1ヶ月ぐらい一緒にいるんですけれども、うん、ああ、ここでも幸次郎さんだなっていう感じでやっぱり幸次郎さんは幸次郎さんだなと思ってやっぱりすごいな、幸次郎さんたるゆえんが、うん、そうですね、やっぱりそこはぶれないなと思ってちょっとワクワクしながらここにいましたお楽しんでいただけたらな、面白かったです、本望出すので、はい、またぜひね、他の公演とか、まあ、ご自身で出られる劇とかあれば来ていただきたいと思いますので、その際はよろしくお願いします。はい、じゃあ今回2回目ですよね、小泉さん、ありがとうございました、はい、あ、いえいえ、今回いかがでしたか、こんなバラエティに富んだ、はい、さんの中で、はい、前回ほどはいじめられなかったのでよかったんじゃないかな、ね、前回は既婚者が見えましたそうですね、敵がいたんだね
でもそこはね、実は仲良くなられたというか、うん、ね、その婚活設定じゃないですけど、あのコンパとかじゃないですけど、でも結構仲良くなられて、まあ、ご飯行ったりとかは、ね、はい、なんかそれから仲良くなられたり、うん、結構この番組通して知り合った方とかも実は見えて、うん、その後なんか仲良くなられたりとか、うん、あとはそのツイッターで、あのたまたま僕がフォローした方が、うん、なんかその、まあ、フォローというかリツイートした方が同士がなんか仲良くなったりとか、なんかちょっとこの番組としてなんかそのね、まあ、交差点なんて言ってますけども、皆さんが出会うきっかけになってるのかなと、うん、まあ、いつか婚活とかしましょうかね、しましょう出会いの企画を、ね、それはオメガとか言って婚活ジャンクションでもいいんじゃないかなと思ってるんですけどね、はい、あ、じゃあね、そんなあの婚活のお問い合わせこちらまでみたいな、これはね、なかなかこれはやれ、ね、出演依頼とかもですね、こちらで受け付けておりますので、まあ、あの基本的にはあの私 MJ があの担当というかあの取り次ぎさせていただきますので、まあ、お気軽にあのお話をいただければ、はい、あのその後の、まあ、設定っていうのは、ね、ちょっと合コンみたいですけども、ね、セッティング的な、はい、その後 の、ね、あの詳細はお伝えしますので、はい、こちらまでよろしくお願いします。そして次回なんですけれども、この番組ね、あの毎月月1回とか言っときながら、もう先週からこれ3週連続です。すごいな。19時から決定しております。おすごい。はい、こちらちょっとね、大きな今お話がありまして、うん、名古屋市というかですね、あの今国語元年っていう、うん、あのちょっと大きな芝居を、まあ、控えてる方が見えるんですけれども、はい、その中であの、まあ、以前この番組です、まあ、すいません顔出しますけど、はい、あの劇団シアターウィークエンドさん、まあ、この番組ではあのおなじみですけれども、そちらの黒河内彩さんというあの女優さんが見えるんですけれども、その方が出演されているということで、ちょっとお声かけをしましたところ快諾していただきまして、はい、来週の月曜日来ていただくことになっておりますので、はい、こちらも楽しみにしていただきたいと思います。あとちょっとあのゲストさんが追加であったりとかですね、また放送日追加とかちょっと今あの考えておりますので、はい、お楽しみにしていただきたいと思います。はい、ここまではですね、まずは虚構オメガさんの、長谷川浩二郎さん、はい、はい、山本大輔さん、そして赤井千春さんにお越しいただきました、はい、まずはこちらで拍手を、ありがとうございました。そしてはい、美しさのガチャガチャさんから、うん、はい、うかく81さんと、こちらも赤井千春さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。さよなら。